オクテットチャンネル、いつもご視聴いただきありがとうございます。オクテットメンズファッションチャンネルの安藤です。はい、今回はですね、今月1月の26日から、28日の3日間ですね、イベントがありまして、まあその内容でちょっとお伝えしようかなと思って、今日はねお話していこうと思ってるんですけど、オクテットとしても、初めてのですね公開ライブ配信っていうのを、やらせてもらうことになりまして、はい、しかもそのイベント会場っていうのが、カラーズ366っていう、名古屋のちょっと駅からは離れるんですけど、伏見駅から、徒歩まあ8分とか10分とか、まあ、そのぐらいらしいんですけど、そのぐらいの場所にあるすごくねおしゃれな、新しくできた施設で、今回イベントさせてもらうんですけど、実際に会場を下見行かせてもらったんですけど、ちょっとこう外見渡したらなんかちょっとこう都会っぽい街並みっていうのが見えて、見晴らしのいいガラス張りのね会場になってるんですけど、ライブ配信だけじゃなくて、実際にねお買い物をできる場所っていうのも、今回やらせてもらうので、まあ、オクテットのポップアップとしてアウトレットセールっていうのをねやらせてもらいます。はい、でまあ実際にねポップアップに並ぶ商品なんかはですね、まあ、結構面白いなって思ってるんですけど、 B 品だったりとかサンプル品とか、こう普段はお店に並んでないような商品、例えばちょっと傷がついてて、商品としては販売できなくなっちゃったけど、まあ、こういう機会だから破格でね、こう格安でご紹介できるっていうものが並んでたりだとか、まあ、もちろん、昨シーズンとかその前のシーズンだったりとかの、セールのアイテムっていうのも、もうぐっとねお値打ちにしてご紹介もさせてもらってますし、新作もね一部もしかしたら並ぶかもしれないんですけど、まあ、すごくねお得感のある商品がね多いんじゃないかなと思ってます。しかも、今回のイベントに関してはスピラーレさんから、ちょっとねそういったアイテムっていうのを一緒にねこう販売させてもらうっていう風になっているので、まあ、うちのラインナップの中にはないような商品、このイベントの期間でしかないような商品っていうのもあったりはします。はい、なので、まあ、そのあたりがこの機会を逃すともうゲットできないかなっていうものもねあったりすると思うので、ぜひねこう見に来ていただけたらなと思ってます。僕も27、28はこのポップアップのお店の方に、ね、行こうかなと思ってるので、まあ、実際にお話もさせてもらえるんじゃないかなと思ってます。はい、まず金曜日の夜ですね。はい、金曜日の夜に、スピラーレの進藤さんを、お呼びしてお話をするっていう、まず第1弾の企画がありまして、でその次の日ですね、翌日27日の夜8時は FM 群馬の、ラジオパーソナリティの、内藤聡さんをお呼びして、ライブ配信をやらせてもらう。そして、28日、日曜日ですね、ここは、僕らオクテットチャンネルのライブ配信ということで、まあ、通常月末のね最終日曜日に行っているライブ配信を、そのイベント会場でやらせてもらうっていうような、内容になってます。まあ、せっかくなんでねコメントでね何か聞きたいこととか、まあ、イタリアのこういうファッションについて、まあ、かなり深く喋るかなと思うので、まあ、ご質問だったりとかね、聞いてみたいことがあるようであれば、事前に LINE でいただいたりとか、そのライブ配信中のコメントだったり、参加している場合はその場でお答えさせてもらうっていうのもねすごく面白いかなと思います。という感じでね、今回はですねちょっとこうイベントの告知に、なってしまいましたが、26、27、28と、ちょっとね特別なイベントがありますので、まあぜひご都合が合う方だったりとかね、まあちょっとこの際だから行ってみたいなと思う方は実際にお会いして、まあお話できるのもねすごく楽しみにしております。ぜひお待ちしております。はい、というわけで、僕らのチャンネルは毎日8時に動画更新しております。ぜひ気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価通知オンよろしくお願いします。では、また次回の動画と当日イベントでお会いしましょう。バイバイ。